はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、ファイナルファンタジー15エピソードアーデン、続きやっていきます。2000年もの、拘束から解放されたアーデン、ここは、どこだっけ？帝国の、バーサタイルの研究基地？そろそろ行くか。だっけな。ここに連れてこられたんだけど。おう、え、無反応。ジグナタス要塞ではなさそうかと思ったけど、ジグナタス要塞なのかな。動きづらいな、この服。筋力強化剤。お、楽しくない眺めだ。ああ、これはエピソードプロンプトで見たような光景だ。ピアノの音。こん中行ってみるか。まあ、座ってくれ。うん？食べないのか？少しは慣れたかな？いや、かなり長い間眠っていたんだ。仕方あるまい。食事でもしながら話をしよう。ここに来てどれくらい経った？200と4日、7ヶ月といったところだ。ルシスはおよそ2000年もの間そなたを牢に閉じ込めていた。時間の感覚がおかしくなるのも無理はない。さぞルシスを恨んでいるだろう。放っておいてくれ。まだ放心状態だ。俺の体を調べて何か分かったか？私が調査している死骸とも全く違う。さすがはルシスの禁忌。死骸の力を持った人間を初めて見たが、本当に素晴らしい。体を死骸に侵されながら死骸を力として生きている。細胞自体が自己再生するだけではなく、他の生物を侵食し死骸化することもできる。まさに化け物。いや、人を超えた存在だ。さらなる協力をお願いしたい。うん、この気持ち悪いぐらいの探求心は後のバーサタイルと何にも変わってないや。この食事は？この食事は複製した野獣の肉だ。複製？体細胞を培養し、それをドナー細胞としてレピシエント卵子へ核移植、細胞融合させた。もういい。人間のわかる言葉で話してくれ。貴様の目的は何だ？なぜ俺に力を貸す？そなたは自分が神に選ばれたと言っていたが、神に近い、いや、むしろ神と言える存在だ。我々はそなたの力を必要としている。
その力をもってすればルシスとの戦争を終結させることができる。ルシスの滅亡、それはそなたも望んでいるはず。もう終わったことだ。仇がもう死んでいるとしてもルシスの血は絶えておらん。そなたの怒りも収まっていないのでは。貴様には関係ない。ついていく。来てくれ。ここに何かがある。なんでねえ、この辺のどうでもいいような場所に肉体強化剤のみ置いてあるのか。私の研究成果だ。ほんの一部だがね。そなたが羨ましい。世界の断りを介するのに人の一生は短すぎる。好きに見て回るといい。ほう、研究所を調べる。まあ、バーサタイルね。あんだけ本編で老けても相変わらず研究熱心だったみたいだし。休憩する。あ、なんかマップみたいのもある。横から見ていくか。おい、なんだこれ。死骸の歴史。死骸が新たな生物として認知されたのはおよそ200年前のことである。しかし古い文献によれば2000年以上の昔から死骸による病が人類を脅かしていたようである。死骸化はプラスモディウム変異体が獣や人に寄生し生態を変化させてしまうことで起こる。黒色粒子を放散しこれが広がることを星の病と例えることもある。博物館みたい。この模型は土中に残された死骸型のモールドに石膏を流し込んだレプリカである。死骸は生命活動を停止すると気化するため、この個体は泥が固化するまで生きていたものと思われる。光に弱い死骸が身を守るために土に潜る様はたびたび目撃されている。ほう、まあ、実際アーデンは2000年前死骸化した人々をたくさん見てきてるわけだし、馴染み深いものか。これ触れたらクエストが始まっちゃいそうだから、こっちチェック。装置を起動しますか。おお、ゴブリンが。死骸は光を苦手としており、その行動は夜または暗所に限られる。しかしアダギウムは違う。死骸でありながら日の光の下での活動が可能だ。おそらくは他の死骸同様に光によるダメージを受けていながらそれを上回る再生能力を有しているものと思われる。これは日の光と同じ。肌をなるべく隠すか。なんだろう、アーデンはアダギウムなんて呼ばれてるけど、体は死骸でありながらも日の光から受けるダメージが少ない、かつ再生能力がものすごく高いという特徴を持ってるんだね。まあ、それであんだけ暑苦しい格好になったわけね、アーデン。あ、本編で日の光苦手だとかって言ってたな。創世記。中央に描かれているのはおそらくルシスの戦士と歴代の王。初代王はソムヌス・ルシス・チェラムと言ったか。まさか兄がいたとは。選ばれし王が闇を払うという伝承を表しているようだが、それが本当ならばこの先ルシスが世界の覇権を握るというのか。伝承など当てにはできん。我々の技術が世界に均衡をもたらすのだ。ソムネス、実際どんなやつだったのかまだ分からず、カンナギ。最
上段に描かれているのはカンナギであろう。初代カンナギ、エイラ・ミルス・フルーレから続くといわれる最も古き血筋の一つ。神と心を交わす唯一の存在。この絵では光をもたらす女神に見えるが、果たして我らの敵となるか味方となるか。当たり前のように語られてるけど、王家といい、カンナギといい、2000年も代が続いてるってすごいよな。左右に描かれているのは六神。魔大戦の元凶といわれる遠神は描かれておらぬようだ。死骸の研究に続き、いよいよ神の力がどのようなものかわかるかもしれん。そうだ、この2つを掛け合わせれば。イフリートはのけもの。ここに描かれている魔物のようなものが死骸だとすれば、死骸によって終末が訪れるということかもしれん。逆にこの力を利用できれば。神々と歴代の王、みんなで仲良く悪者退治か。研究材料にすることしか考えていないバーサタイル。これが世界。思った以上に世界が小さい。イオスが誕生したのはおよそ45億年前と推測されている。イオスっていうんだ、この星は。神話によれば、古代ソルハイム時代、イオスを守護する六神が現れたと言われている。イストアラ地方では最古の人類と思われる人の化石が発見されている。人類が火を使い始めたのはソルハイム文明以前のスカープ地方と言われている。神話では遠神が人間に知恵の炎を授け、ソルハイムの王となったとされている。機械文明ソルハイムの発祥地はダスカ・クレイン地方と推測されている。しかしながらその発生と滅亡の時期は不明であり、現在調査中である。ちょっと待ってよ、ソルハイムって本編では多分出てきてないと思うんだけど、あの2013年あたりの一番最初の FF15 のトレーラーでソルハイムっていう名称は登場してたはずなんだよね。全く本編では出てこなかったけど。ダスカ地方とクレイン地方を分かつ、現在はテルパの爪痕と呼ばれる地にて神々の戦い魔大戦が勃発したと言われている。人間を焼き尽くそうとした遠神と他の神々が戦い、これによりソルハイムは滅亡したという。あ、ソルハイムはもうすでに滅亡済みとね。魔大戦で敗北した遠神イフリートの体はラバティオ火山に安置されたと言われている。魔大戦の後、氷人シヴァが眠りについた場所はボルク地方グロブス渓谷と推測されている。魔大戦の後、剣神バハムートが眠りについた場所は不明である。ジグナタス要塞である。魔大戦の後、巨神タイタンが眠りについた場所はダスカ地方カーテスの大皿と推測されている。推測が大体当たってるんだけどさ、ファーサタイルエグくないか。魔大戦の後、雷神ラムーが眠りについた場所はダスカ地方ホッシオ洞窟と推測されている。魔大戦の後、水神リバイアさんは水の都オルティシエの海底で眠りについたと推測されている。およそ2000年前、チェラム家当主ソムヌス・ルシス・チェラムがクリスタルと紅葉の指輪を神々より排除しルシス王国を建国した。以降十数世紀にわたり寄生虫による流行り病に悩まされながらも半島を拡大。 ME722 年現在、モルス・ルシス・チェラムが第112代国王を務める。次期王位継承者候補は継承権第1位のモルスの子レギス・ルシス・チェラムである。あ、モルスって名は初めて聞いたな。あれ、ひょっとしてトレーラーでアーデンと戦ってたのはレギスじゃなくてモルス？ガーディナ沖に浮かぶ島御影島はルシス王国民が聖域と定める無人の島である。この島に
人ならざる者アダギウムを封印したとの文献が残されており、その真偽を現在調査中。アーデンです。もうちょっと守りを固めておいた方が良かったんじゃないか。ルシス王国成立の後を追い、カンナギ・フルーレ家はテネブライを建国した。 ME359 年、帝国はテネブライを支配下に置くが、民衆のカンナギ信仰を尊重し、フルーレ家の住まいであるフェネスタラ宮殿はそのままの形で残した。ルシス王家と親しいカンナギの家系を生かすことはルシス攻略のためにも重要である。商業と貿易の都市としてアコルド自由都市連合は発展してきた。 ME606 年、帝国軍はルシス・アコルド連合軍と交戦。これに勝利し、アコルドを支配下に収めた。議会制、水神信仰など帝国とは相入れない制度、文化が浸透しており、帝国はこの国の自治を認めている。意外と帝国支配下に置いている国がいくらかありながらも、一応その自治とか政治を認めているんだね。ルシス建国の数百年後、ウェルエタム地方を中心に古代ソルハイム文明の復興運動が起こった。その運動を率いたエルダーキャプト家がニフルハイム帝国を起こして独立する。古代ソルハイムで魔導と呼ばれていた資源遺産を軍事利用し、ME359 年にテネブライを制圧。 ME606 年にはアコルドを支配下に置く。 ME722 年現在、ヒドラ・エルダー・キャプト陛下の指揮のもと、魔導と死骸を使った新兵器を研究開発中。古代ソルハイム文明の名残はスチリフの森、プティオス遺跡付近にて見て取れる。コースタルマークタワー周辺の遺構の森には旧時代の遺跡が広く分布しており、現在これらの地の発掘調査が進められている。 ME501 年、ウルワート地方遠征中の帝国軍が新種の生物死骸を発見した。あ、これで全部か。え、この文献資料はぜひとも本編にも実装してほしいな。結構物語で重要なことがワンサガと語られてるけど、さてこんなところか。なんかまだ歩きがぎこちないっていうか、アーデンって元からこんな歩き方だったっけ。幽閉されている不死なるもの。アダギウム、ルシスの者がそう呼ぶ。それは2000年の長きにわたり幽閉されていた。人をはるかに凌駕する力、殺そうにも殺せぬ不死の体。恐れをなしたルシス初代王は、それが永遠に目覚めぬよう神の座する地、御影島に沈めたという。あ、治めたのはソムヌスなんだ。私は幸運に恵まれている。2000年にわたりルシスの禁忌とされてきたアダギウムの確保に成功した。来る者すべてを拒んできた荒波や稲妻も、あの日の私には道を開いたのだ。詳しい研究はこれからだが、御影島での彼の戦いぶりを見るに、想像をはるかに上回る力を有しているものと思われる。私は幸運に恵まれている。はあ、なんと素晴らしい。そなたの記録は古い書物にわずかに残るだけだった。私もこの目で見るまで信じられなかったよ。そなたのおかげで全て順調だ。さあどうぞ。まあ元は消された一族の人間だからね、アーデンも。それでもわずかながらに記録はあったんだ。さながら神の視点で見たこの世界の形、帝国領土を再現した模型だ。一部領土となる予定地も含むがね、好きに見るといい。見せたいものがある。ついてきてくれ。
下へ向かう。ラバティオ火山で面白いものを見つけてね。この実験が成功すればそなたが求めている情報が手に入るかもしれない。こちらへ。イフリートかな、あの火山ってことは。これは遠心イフリート。神よ、運んだというのか。神話通り深く眠っていたので氷漬けにしてね。あれを死骸にできるかな。神を死骸に。死骸にすれば人が到底知り得ぬ真理に触れることができるはず。2000年前の神の記憶を知ることができ、従えることができれば強力な武器にもなる。そなたにとってもそんな話ではない。この実験は復讐の第一歩となるであろう。貴様に何がわかる。他に良い選択肢があるとも思えないが、期待している。死骸か。魔導研究の成果をご覧に入れよう。こちらへ。かつてこの地にはソルハイム、魔導を使う機械文明が栄えていた。神の逆鱗に触れなければ今なお栄華を極めていただろう。そいつを再興したいのか。超えたいんだ。そなたはその力を私に与えてくれている。魔導と死骸、この二つが我々の未来を切り開くのだ。淡々と話を進めていくな。己ルシスめ。組隊アダギウム発見。攻撃を開始する。任務隊に合流要請。戦闘終了まで通信封鎖。俺を殺しに来たのか。可能ならね。ありゃ、俺が食えなくなったら、俺はこの手の向かすに死んでいるのか。だな、俺を単に兵たちに伝わりやすい。戦闘だ。やめろ。おお、ファントムギアゲージ。親衛隊も普通に強いぞ。どけ。死骸化した。かっこいいな、このアーデンのこの剣が周りに浮いてる感じ。もう完全にノクトだけど、ファントムソードを召喚したノクトだけど。オッケー。死骸化のバーゲンセールだ。本当にこんなやつが初代よ。そりゃ王家滅ぼしたくなるわ。ファントムディストラクション。痛い。 MP をファーストあるみたいだね。あ、というかアーデンはローリングはできないんだ。まずい。
死骸化させないとな。まあちょっと親衛隊が邪魔くさい。と思ったら親衛隊もイフリートと戦ってる。危ない。ごめんなさい。私は神の意志に背いて、誰が選ばれたかをソムヌスに話してしまった。まさかあなたを殺そうとするなんて。そうか、皆を騙して。ソムヌスは王に。ソムヌスの嘘が君を殺した。違う、聞いた。あなたの未来を壊してしまった。これは私の罪。罪を犯した者は罰を受ける運命。君に罪などない。神よ、お答えください。我らになぜこのような運命を。レイラ、ダメだ、ダメだ、レイラ。使命を果たしてアーデン、神の皆において私に罰を。レイラ、殺して。そうだ、殺せ。化け物は楽にしてやれ。俺がそうしたいよ。ほうにはできない。俺の使命は命を救うこと。人を死骸にしておいて笑わせるんじゃない。あなたは生きて。俺には。こんな簡単なこともできないのか。死ぬけめ、やめろ。許さん、ソムヌス、お前を殺せぬのならお前が作ったものを
全て消し去ってやる。神よ、もはやあなたの許しを請うつもりはない。俺は俺の道を。地と闇にまみれて進め。それが俺の道。俺が生きるということだ。